どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。アメリカンエクスプレスのクレジットカードから交換できる航空会社、こちらの必要マイル数まとめやっていきたいなと思います。ということで昨日ですね、マリオットボンボイポイントから交換できるお得なね、航空会社の必要マイル数ね、まとめ紹介させていただいたわけなんですけれども、リクエストもね、多かったので、今回ですね、アメックスのリワードポイント、 今ね、アメックスのゴールドプリーファードとかね、非常に人気で発行された方ね、非常に多いと思うんですけども、まあこういったね、アメックスのリワードポイントから交換することができる航空会社のですね、必要前ですね、まとめて紹介していきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、まずね、内容に入る前にですね、アメックスからね、チャージ先でお勧めさせていただいているイデアなんですけども、こちらのね、イデアはですね、 プリペイドカードということで、アメックスからね、チャージすることができます。で、チャージすることができるんですけれども、還元がね、取れないんですよね。還元はなくなってしまった。今までですね、こちらにバンドルカードリアルプラスとかですね、キャッシュとかを挟むとですね、こちらね、アメックスから0.5%還元でイデアにチャージできて、このイデアですね、外貨チーム手数料、外貨決済手数料が無料っていう風になりますんで、アメックスのカードを使って決済使用されているような方で、海外で利用されたいっていう方こちらのルートね、 おすすめさせていただいてたわけなんですけども、今はですね、こちらの間に挟むものはね、今存在しておりませんので、今はね、直で還元なしでチャージするしかないんですけども、アメックスのクレジットカードで決済使用されている方で、海外でも買いたいですよっていうのはね、非常におすすめのプリペイドカードっていうふうになります。ちょっとね、 あの、娘のね、ご機嫌があんまり良くなくて、後ろで寝てるんですけども、ちょっとね、声入っちゃうかもしれないんですけども、この点はご了承ください。まあ、こういったね、イディアっていうね、プリペイドカードなわけなんですけども、紹介キャンペーンをやっておりまして、前回ね、三井住友プラチナプリファードの時にね、話したと思うんですけども、チャージする手間はあってもですね、お得にね、利用されたいっていう方は、 このイデアね、非常におすすめなんですけれども、物理カードにね、お金がかかるんですよね。900円かかるということで、今ね、紹介キャンペーンがね、あの、その時にも話した通りですね、紹介キャンペーンやっている時は、こちらね、実質無料でね、発行することができて、今回ね、紹介コードを入れていただくと、2000円と本人確認で、1200円分のね、ポイントがもらえるっていうふうになりますので、こちらですね、このタイミングで紹介コードを入れて発行していただければですね、1200円分のボーナスがね、もらえるっていうふうに、ね なりますので、ぜひねこのタイミングで発行していただいて、リアルカード発行していただければですね、えー、1200円分の残高をもらえて、そのうちの900円がですね、リアルカードの費用ということで、あとね、300円お小遣いみたいな感じでもらえますので、ぜひね、このタイミングで発行していただくのがね、おすすめです。で、期間がですね、2024年の4月5月の24日から6月の7日ということで、結構短い期間でやっております。で、本人確認と入金自体はですね、2000円と本人確認して データをあかなきゃいけないんですけども、2020年6月の14日18時までっていう風になります。で紹介された方はですね。 紹介コードをですね、入力していただいて、またねえ、入力していただいてから本人確認していただく必要がございます。こちらに記載のある通りですね、アカウント登録時に紹介コードを入力がない場合は、えボーナス対象外っていうふうになりますんでえ、概要欄にね、あの、私の紹介コードも載せておきますので、ぜひね、紹介コードを忘れずにね、入力して発行してください。で、期間内にですね、本人確認していただいて、2000以上ですね、チャージしていただければ、1200円分の残高もらえる。 っていうふうになりますんで、ヒルトンアメックスとかマリオットアメックスとかね、決済修行すると、ホテルのステータスとかね、もらえたりしますけども、まあそういったことはですね、あの、ポイントはもらえなくてもね、決済金額には積み上げ入りますので、ぜひね、こちら利用してみていただければなと思います。海外でね、事務手数料なしでね、利用することができるプリペイドカードって、えっと、レボリュートとね、今、イディアしかないんですよね。で、レボリュートの方は、今月にですね、チャージ手数料無料のクレジットカードを発表するって言ってるんですけど けれども現時点でクレジットカードからチャージができてまたね外貨事務手数料が無料で利用することができるプリペイドカードって今イデアしかございませんので発行希望の方はですねこのタイミングで発行していただくのはねおすすめですでこのイデアがね一体何なのかっていう話を軽くさせていただくとイデアはですね2%がねもらえる積立アプリみたいなまあそんな感じなんですよねで一応ねこちらはえっと今までね何回も紹介させていただいておりますのでえ気になる方はですねぜひねこちら一時停止 して、ねえー、見ててね見見いいたただだくか前回の動画けければなぁと思うんですけどもこういったね、感じで利用していただくとですね、毎月ね、500円のボーナスがもらうこともね、できるプリペイドカードっていう風になるんですよね。で、こちらね、ボーナスはもらうことが毎月できるんですけども、こちらね、この通りにやると30万入金して常に30万キープしとかなきゃいけないんですけども、この入金した30万っていうのは出金することができないんですよね。 で毎月ボーナス 500, ポイント500円分もらえるんですけれども、こちらも出金することはできません。 ですので、この点だけね、注意していただいて、まあね、利用されたい方は利用してみていただければなっていうところなんですよね。一応で、ね、毎月500円もらうみたいなね、そんな感じで利用することはえできるって言ったになります。アメックスからのね、チャージルートでえ還元が取れないっていうふうになりますんで、もうアメックスのクレジットカードでアメックスゴールドプリファードとか、まあ、ANA アメックスゴールドとかマリオットとかヒルトンとかね、決済使用されている方で海外でも使っていきたいっていう方向けになりますかね。まあ、ここはね、0 5%でも取れればですね結構いいかななんていう風に思うんですけどもちょっと今はね還元が取れませんのでまあ、決済しよ方向けにはなりますけどもぜひね覚えておいていただければなと思いますはいということで、えー、必要マイル数の方にね入っていきたいなと思うんですけどもまずですねなんと昨日動画を出してなんと今日になってまた改定が入りましたということでユナイテッド航空のマイレージプラスの話もねちょっと軽くさせていただきたいんですけどもこちらですね えっと、昨日話した内容だと、乗り継ぎするとね、必要回数上がりますよっていう話をさせていただきました。ですので、羽田メインの私の場合は、羽田札幌仙台とかね、行く場合、まあこれ仙台っていうのは羽田から直で行けないんですよね。ですので、羽田伊丹仙台と羽田札幌仙台とかね、そういったルートで行かなきゃいけないんですけども、そういった時にですね、12,500ぐらいね、必要回数上がってたんですけども、なんとね、今日になって羽田、 伊丹仙台とかね、こういった1回の乗り継ぎに関しては、必要マイル数変わらないっていう風にね、改定が入りました。ですので、えー、羽田伊丹仙台とかね、羽田札幌仙台とかね、まあこういったルートでもね、5000マイルで利用することができる風にね、改定が入りましたので、まあこちらはね、あの単純に良くなったっていう風になりますんで、2回以上の乗り継ぎはね、今まで通り必要マイル数 あの、上がってるみたいなんですけども、一回の乗り継ぎに関してはですね、今後もね、このマイル数で利用することができるっていうふうになりますんで、羽田沖屋の線とかもね、羽田福岡沖縄とか出てくると思うんですけども、これもね、8000マイルで利用することができると思いますので、これはね、非常にいいですね。ぜひね、こちらも覚えておいてください。 ということで、えー、早速ね、あの、本題の方に入っていきたいなと思うんですけども、アメックスのリワードポイントから、えー、交換できるね、えー、航空会社で、まあ、おすすめの利用先っていうのはですね、先日紹介させていただいたフィンエア。こちらに関してはですね、まあ、基本的にサーチャージはあるんですよね。で、もう一個ね、サーチャージがある、えー、ブリティッシュエアウェイズありますよね。 ブリティッシュアウェイズに関してもサーチャージがかかるんですよね。フィンエアに関してはサーチャージがね、少額なところがあるんですよね。特にこのヨーロッパ路線ですね。で、その中でも特におすすめなのはこのオスロ、コペンハーベン、ストックホルムとかヘルシンキとかですね。ここら辺に関してはエコノミークラスでは3万マイルでサーチャージもね、1万ちょいとかでね、利用することができますので、こちらがね、おすすめです。で、フィンエアとこのブリティッシュアウェイズに関してはですね、まあ、サーチャージがかかるっていうふうになりますんで、 一応ね、出させていただきましたけれども、もうね、あの、必要マイル数調べてもね、非常に少ないマイル数なんですけれども、その上にね、ちゃんと乗っかってきますので、まあ、基本的にえ、ブリティッシュアウェイズは まあ、国内でもね、必要マイル数見ていただけば分かる通りね、東京、伊丹、札幌、福岡、え全部ね、1万500マイルの片道。で、東京、沖縄とか1万1000。で、東京、石垣とか1万4300。東京、宮尾とかでは2万超えたりとね、まあ、ちょっとこちらね、あの、検索した日によってね、ちょっと変わる部分はございますけども、まあ、基本的にね、あの、おすすめすることができないぐらいね、あの、必要マイル数多いっていうふうになりますんで、 アメックスのリワードポイントね、今回外資系だけ紹介させていただきますけれども、まあ普通に ANA かがね、特多で取ればね、ここら辺普通にね、もっと安く取れたりいたしますので、まあブリティッシュアウェイズで利用するっていうのはね、まあ基本的にはね、おすすめできないっていう感じになりますかね。まあフィンエアに関してはこの3万マイルとかね、あとネ、ね、イサーチャージが安いね、ところであればちょっといいかなっていうところですかね。サーチャージがかからなくてね、有名なところでいうとシンガポール航空、またね、デルタ航空で、あとね、 バージンアトランティック航空ですね。で、こちらをね、私の方でね、ポチポチ調べさせていただきましたけれども、シンガポール航空のクリスフライヤー、こちらもネインサーチャージがかかりません。で、今ね、特典航空券調べていただくと、セイバーっていうのとアドバンテージっていうのが出てくるんですよね。で、このセイバーだとストップオーバーができません。で、アドバンテージだとストップオーバーができます。 で、私がね、2022年に世界一周した時にですね、このシンガポール航空のスイートクラスっていうね、このファーストクラスの1個上のスイートクラスっていうのがあるんですけども、こちらを利用した時はですね、このセイバーでもストップオーバーできたんですけども、今ね、このアドバンテージじゃないとストップオーバーはできないっていう風になりますんで、ちょっと悪くなってるんですよね。で、またね、私が利用した時は、デリー発見の シンガポール乗り継ぎのジャカルタ路線。こちらが、セイバーで57,500マイルとかね、そのぐらいで発見できたんですけども、今それを発見しようとするとね、こんな感じになりまして、まあこれはアドバンテージなんでね、98,000マイルかかりますけども、 ストップオーバーはできます。ストップオーバーはできるんですけども、デオマイルスはね、かなり上がってしまったんですよね。ですので、これで発見するとですね、デリー発見で、シンガポールで、シンガポールで数日滞在して、シンガポールからジャカルタみたいな感じでね、利用することができます。こちらの間、確か1ヶ月以内だったらストップオーバー OK だったと思うんですけども、まあ、こういった感じで利用していただければですね、エアバス380-800のスイートクラスに乗って、で、またね、ボーイングトリプルセブンの、S ファーストクラスに乗って2区間乗って9万8千マイルでストップオーバー可能でね利用することができるって言いた感じになるんですよね。こちらの利用方法はね非常におすすめです。まあこのね9万8千マイルね結構大変ですけどもまあ今のねアメックスゴールドプリファード13万ポイントとか来ますのでまあこれね普通に乗れたりしますのでまあこういった感じでね利用するのがシンガポール航空のねまあお得な使い方なのではないのかなと 思いましたね。こういったね、検索結果をね、まあ見ていただければわかる通りですね。必要もありですね。基本的に結構高いんですよね。 東京からね、ロサンゼルス38,500マイル。これが、まあ、ネイルサーチャージはかからないんですけども、まあ、エコノミークラスでね、この必要マイル数っていう風になりますんで、サーチャージがないならいいかなぐらいだと思うんですけども、それ以外の路線とかね、エコノミークラスでもかなり必要マイル数高くて、で、アジア路線に関しても必要マイル数結構高めに設定されておりますので、まあ、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、この27,000マイル。まあ、これぐらいだったらネイルサーチャージかかんなくてね、1250ポイント1000マイルで交換できます。 ますので、マリオットとかもね。このシンガポール航空で移行できるんですけどもまあ、こちらだったらまだいいかな？みたいな感じでね。 え、利用することができる部分はございますけれども、まあ、必要マイルスはね、結構多めっていう風になっておりますので、このスポットでね、めちゃくちゃいいじゃんみたいなところは、あんまり見受けられないかなっていうところなんですよね。で、国内路線もね、片道、え、ANA とかね、発見できるんですけれども、13,500マイルなんでね、かなり多いですよね。ネイサーチャージかかんない部分が、 あって、このね、セイバーでね、ストップオーバーできればいいんですけれども、アドバンテージじゃないとストップオーバーができないので、このね、セイバーだと、ま、5万マイルだったとしたら、アドバンテージだと8万マイルみたいな。ま、そんな感じでね、あの、アドバンテージだと基本的に必要マイル数上がっちゃいますので、ま、なかなかね、厳しいかなっていうところですかね。 それ以外だと、これシンガポール航空のクリスフライヤーっていうのは、減額マイルキャンペーンをね、結構頻繁にやるんですよね。ま、あそのタイミングであればですね、東京ロサンゼルスとかね、利用していただくのはね、結構いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、減額マイルキャンペーンもね、東京からロサンゼルス路線ね、なかったりいたしますんで、まあ、これもちょっとね、あの、タイミングによってはね、利用しやすいかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、やはりね、一番おすすめなのは、ま、あこういったね、あの、エアバス380は通っているスイー ファースト利用していいいただくののはねで、はなないいの,ではないのかなと思いますでこのね、エアバス380はね、通っている、このシンガポール航空のね、あの対象路線っていうのは、デリーからシンガポールだったり、あとムンバイからシンガポールとかね、ロンドンからシンガポールとかね、まあフランクフルトからシンガポールとかね、結構通ってたり、あとシンガポールから上海とかね、これも通ってるみたいなんですけども、 ちょっとね、この必要マイルスよりね、少ないところがね、私はちょっと発見できなかったので、基本的にはね、このルートが一番必要マイルス少ないんじゃないかな。あとこれでね、 ストップオーバーしなくてもよくてアドバンテージじゃなくてね、セイバーで出てきてくれればね、いいんですけども、結構調べたんですけどね、セイバー全然出てこなかったので、セイバー出なくなっちゃったのかな、なんていうふうにも思うわけなんですけども、まあ、この路線ね、非常におすすめなのでね、もし気になる方はぜひね、利用してみていただければなと思います。ちなみに、エアバス380-800のね、このスイートクラスっていうのは、あの、機内にベッドがあるやつですね。一応私の動画もね、概要欄に載せておきますけれども、めちゃくちゃ良かったので、これはね、 ぜひ一回はね、乗っていただきたいなと思います。それでは次にですね、デルタスカイマイルですね。まあ、デルタ航空のマイルっていうのは、デルタスカイペソなんていうふうにね、あの、結構必要マリスがめちゃくちゃ多いんでね、言われたりするんですけども、サーチャージがかからなくて、基本的にストップオーバーは利用することができません。で、マリオットボンボイポイントの交換レートなんですけども、 こちらね、あの、シンガポール航空もね、先ほど、えー、書かなかったんですけども、こちらも一応ね、あの、マリオットから6万ポイント2500で交換することができるんですけども、アメックスリワードポイントの方がレートが高いんでね、えー、アメックスのポイントを持ってる方は、このシンガポール航空ね、おすすめっていうふうになります。で、デルタスカイマイルの方は6万ポイント交換すると2000マイルにしかなりませんので、この点注意してください。ですので、基本的にこっちで交換した方がね、おすすめです。で、デルタ航空に関してはですね、まず国内線はヒットしませんでした。 で東京ロサンゼルスラガーディアサンフランシスコダラスあとシアスルアメリカ本土に関しては、まあ、基本が5万4,000であの設定されているところもあるんですけどもこちら西海岸なんですけども東海岸の方に行くとちょっと必要マイル数が上がってなぜかサンフランシスコは8万2,000みたいな、まあ、ちょっとこれもね 多分ダイナミックでね、あの、設定されてますんで、空席で多分ね、変わってるとは思うわけなんですけども、こういった形になります。で、ホノル路線は4万2千5万。で、えー、っと、プレミアムエコノミーが5万8千、えー、ビジネスクラスは13万ということで、ホノル路線に関してもですね、こちらね、あの、就航した最初の方はね、めちゃくちゃ少なかったですよね。2万何マイルで、この東京ホノルルね、取れたりしてたんですけども、今はですね、もうね、えー、っと、ベーシックエコノミーはなくて、メインキャビンで、えー、コンフォートプラス、 なるわけなんですけども4万2000マイルが最低っていうところですかねで一番有名なのはねデルタスカイマイルの場合はねこちら 東京から韓国路線がね、7500マイル、ビジネスクラス15000マイル。まあ、こちらね、非常にいいかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、えー、先ほどね、えー、言った、ユライテッド航空マイレージプラスがね、今、東京、韓国路線ね、5000マイルになってしまいましたので、唯一ね、このデルタ航空のスカイマイルで一番のね、スイートスポットと言われてた、この路線がね、他のマイレージの方がね、必要マイル数減ってしまいましたので、まあ、ビジネスクラス15000とかね、非常にいいかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、このエコノミークラスに関して、 てはユナイテッド航空の方でシンガポールバンコククアラルンプールまあここら辺はねそんなに悪くないかななんていうふうに思うんですけども、まあ、2万2500マイルで片道ね利用することができます逆にビジネスクラスもね4万マイルなんでここら辺だったらちょっといいかななんていうふうに思うんですけどもアメリカン航空とかもねここら辺3万マイルで利用することができますのでデルタ航空にしてはですね結構必要マイル数がね少ないかなっていうところですかね で、今回ね、デルタ航空で調べてて一番ね、いいなと思ったのはここですね。セブ島、片道、エコノミークラス17,500マイル、ビジネスクラス3万マイルということで、セブ島に関してはですね、他のマイレージサービスで多分一番低いんじゃないかな。ほとんどが2万マイルで設定されていると思うんですけども、デルタ航空の場合は、 えー、1万七千五百で、えー、いけるっていう風になりますんで、サーチャージかかんないんでね。これはね、結構いいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、利用してみてください。あとビジネスクラス3万マイルもね、そんなに悪くないのではないかと思います。で、またですね、ローマ、フランクフルト、ロンドン、パリ、ここら辺のね、 ヨーロッパ路線に関しては、エコノミークラス5万マイル、ビジネスクラス8万マイルっていうふうになりますんで、なんでね、このヨーロッパ路線はね、このぐらいの必要マイル数なのに、アメリカ本土はこんなに必要マイル数多いのか、まあ一緒のビジネスクラスでね、フルフラットのビジネスクラスになると思うんですけれども、こっちはね、本当にすごい必要マイル数ですよね。 ですので、ヨーロッパとかで利用していただくのはね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。ネインサーチャージかかんないんでね、このマイル数で利用できるのであればえ、ぜひね、ここら辺で利用してみていただくのはね、いいのではないのかなと思います。それでは次に、バージンアトランティック航空ですね。まず、バージンアトランティック航空はサーチャージがかかりません。で、マリオットからも交換できますし、アメキスリワードポイントからも交換することができます。レートは他のね、航空会社と一緒で、1250ポイント、1000マイルですね。 まず、えー、日本国内一律7,500マイルです。最近ね、海底が入って、えー、1万5,000マイルで往復みたいなね、まあ、そんな感じで利用することができて、このバージンアントランティックコークはね、ちょっと後で説明しますけども、AL、A レート独自で提携組んでおりますので、えー、発見することができます。発見することはできるんですけども、オンラインで発見することができなくて、イジギリスまで電話する必要がございますので、まあ、7500マイルね、結構いいかなって思うところなんですけども、なかなか利用しづらいですよね。 で、必要マイル数に関しては、アメリカ本土に関しては、シアトル、デアラスとかね、3万6000、3万8000とかつけておりますけれども、まあ、ここら辺の必要マイル数なんでね、昨日も言いました通り、ジャルマイルでアメリカン航空を発見していただくと、往復で2万7500マイルでね、ニューヨーク、ダラスとか発見できますし、ロサンゼルスは 往復で5万マイルとかでね、発見できますので、そちらの方がおすすめです。で、ホノルル路線に関しては3万2500マイル。アラスカ航空だと3万マイルっていうふうになりますので、ホノルル路線に関してはですね、このバージンアントランティック航空ね、日本で持ってる人少ないので、 このホノル路線ね、あの、利用していただくのは、ゴールデンウィークとかもね、結構利用することができますので、年末年始とかね、結構、あの、ブロックされちゃったりしてるんですけども、ゴールデンウィークで利用されたいって方は結構いいかもしれません。で、それ以外だと、インチョン路線ですかね。ま、ああの、ユナイテッド航空のね、東京、インチョン路線、今5000マイルなんで、ま、あユナイテッド航空が解約したらこっち結構いいかなっていうところですね。ですけども、このビジネスクラスはね、15,500なんで結構いいですよね。 それ以外はアジア路線もね、22,500でエコノミークラス利用することができて、デリーで22,500はね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思いますかね。まあ、それ以外は特にっていうところで、セブンはね、先ほどデルタで17,500で、 バージアントランティックは18,500円なので、これも結構いいと思います。で、シドニー以降ですね、あと、ヨーロッパ、こちらに関してはね、ネイサーチャージかかっちゃいますので、まあ、ここら辺はね、ちょっとお勧めすることができないですね。ですので、まあ、近距離のこのビジネスクラスとかね、ホノルルの繁忙期とかね、ここら辺がいいのかな、なんていうふうに思います。で、先ほど言った通りですね、このバージアントランティックコークはですね、ANA と独自で提携しておりまして、 必要マイル数がね、チャートで出ております。で、こちらね、往復の必要マイル数っていう風になりますんで、日本国内のね、往復エコノミークラス1万5000マイル、まあ7500マイルで利用することができて、東京から北米とかね、あとヨーロッパとかもね、ビジネスクラス往復に1万2000、ファーストクラス1万7000とかで利用することができますので、ビジネスクラス片道6万マイルで利用することができますので、これはね、結構いいですよね。ファーストクラスも8万5000で片道取れるっていう風になりますので、 英語が堪能な方もしくは英語で電話するのもですね 度胸があってね私だったらできるっていう方であればですねあの電話じゃないとねこの ANA の特典航空券発見できませんのでもしね英語でねあの予約取れそうだっていう方はですねこのバージンアントランティック航空で ANA の特典航空券で発見していただくのは非常におすすめです東京ハワイ間もね7万5000で往復ビジネスクラス発見できますので3万7500マイルっていう風になりますもんね直前だったらですねこの ANA のね東京ハワイ間のねビジネスクラスも結構空いてたりする するのでこれも結構いいのではないのかななんていうふうに思うんですけども、やはりね、イギリスまで電話をしなきゃいけないっていうのはね、かなりハードルが高いですよね。一応こういったこともね、利用することができますので、ここら辺とかでね、利用していただくのはね、非常にお勧めっていただきになります。 それでは次に行き先別で必要イル数ねちょっとまとめさせていただいたわけなんですけれどもアメリカ本土に関してはバージンアトランティック航空が一番安いですねでホノル路線に関してもバージンアトランティック航空ですねプレミアムエコノミーだったらデルタまあこのね他の航空会社にねホノル路線って全然上位クラスで出なかったりしますのでまあこれは結構いいかもしれないですけども片道13万ですからね結構ハードルは高いですよね で、グアムに関してはバージンアトランティック航空一択っていう感じになりましてえ、次にアジアですね。インチョンからデリー、マニラ、セブということで、まずインチョンに関してもバージンアトランティック航空で、台北に関してはシンガポール航空が一番低いですね。で、シンガポールに関してはデルタと バージンアトランティック航空上ジョイクラスに関してはデルタが結構いいですね。で、バンコク、クアラルンプールに関してもデルタとバージンアトランティックコークが同じ必要枚数。で、ジョイクラスだとやはりデルタが結構いいですね。で、デリーに関してはバージンアトランティック航空22,500なんで、これは結構いいですよね。 で、マニラもバージンアトランティック航空。で、セブに関してはデルタ航空がめちゃくちゃいいですね。17,500なんでね。このデルタ航空のセブ路線のエコノミークラスはね、かなりいいのではないのかなと思います。で、次にシドニーとヨーロッパですね。まあ、シドニーに関してはデルタ航空が3万5,000マイル。 ヨーロッパに関してはですね、まあデルタ航空が一番良くなるのかな。まあ5万マイルでね、利用するんだったらまあエコノミークラスなんでね、ちょっと高めではありますけども、まあいいんじゃないかなっていうところですね。まあこっちよりね、できればあと3万マイル足して、デルタ航空でビジネスクラスね、発見していただくのはね、非常にいいのではないのかなと思いますかね。年差チャージかかんないでね、利用することができますんでね。まあこういった感じになります。 はい。ということで、今回ですね、アメックスのリワードポイントから交換できる航空会社の必要マイル数まとめ紹介させて、 いただきました。このね、アメックスのリワードポイントっていうのはですね、まあ基本的に ANA マイルにですね、1ポイント1マイルにね、年間4万マイルまで交換することができますので、まあ個人的にはですね、ANA マイルにね、基本的には交換していただくのがね、おすすめっていう風になるわけなんですけども、やはりね、ANA マイルで国際線を発見してしまうと、まあ基本的にね、ネイサーチャージかかってきてしまいますので、まあそれを下げてね、外資系の航空会社でね、利用されたいっていう方は、ぜひね、参考にしてみていただければな。 と思います今回まとめてみてですねデルタ航空のねセブ路線とかね結構スイートスポットでねいいのではないのかななんていうふうに思いますので是非ね参考にしていただければなぁと 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリク診断、ポイントサイズ診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。